はい、どうも皆様こんにちは。アストロ&バードフォトグラファーエニフです。昨晩結構夜遅くなんですけれども、海外の方でこう驚くべきことに、ソニーからですね、ほんと久々に、もう 4,5 年ぶりぐらいだと思うんですけれども、 A マウント製品が発表されたんですよ。今日はね、それがどういうものかっていうところについて、お話ししていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。はい。で、最近ですね、その A マウントの方であった動きとしては、こちらの LAEA3 っていうですね、E マウントから A マウントへの素通しタイプのアダプターですね、2種類出ていまして、トランスルーセントミラーをですね、採用した LAEA4 っていうのがあるんですけれども、まあ、このミラーがね、ないバージョンになってきます。まあ、この生産完了って書いてあることからも、もう A マウントはですね、店じまいだろうなと思われていたんですけれども、なんとですね、この新型 LAEA5 がですね、昨晩夜遅くに発表されたんですよね。こちらの特徴なんですけれども、まずはですね、A マウントの SSM、SAM レンズが、まあ、全てですね、使えますよということです。基本的に増面位相差 AF に対応しているようで、リアルタイムトラッキング、人とか、動物とかにも対応してくれるようです。注意書きがね、ここに書いてあるんですけど、まあ、ソニーは非常にね、注意書きが小さく書いてあるんで、そこは注意してみないといけないんですけれども、ムービー中はですね、対応しないみたいですね。オートフォーカス is not available と書いてありますんで、残念ながら動画収録では、こういったですね、ちょっと人が動いた時に、トラッキングとかはしてくれないみたいです。うん。そしてですね、他の特徴は、AFAE 追従で、11コマ毎秒まで、これ最大だと思うんですけれども、撮影できるということですね。また注意書きが書いてある。こちらは、AE トラッキングの時はですね、絞りが固定になるよと。で、調整はシャッタースピードと ISO の方で行いますよということが書いてありますね。そしてこの3番は、カメラによってちょっと違うのか、フルサイズの 7R4、α9、そして2に関しては10コマで、α6600 に関しては11コマまで、対応してますよということですね。はい。そしてなんですけれども、特徴としては、そうそう、これね、モーター側がですね、レンズ側に、モーターがあるやつと、ボディ側にモーターがあるやつっていうのが A マウントだとあるんですけれども、今までですね、そのせいでどうしても LAEA3 だと制限があったんですよね。まあ、これすでにね、ご存知の方はご存知だと思うんですけれども、まあ、一応説明しておくと、僕は A マウント機持ってないんで、ニコン機での説明になってくるんですけれども、その昔ですね、このオートフォーカスっていうのが始まった時代は、基本的にはですね、ボディ側にモーターを置いてるメーカーが多かったんですよ。確かキャノン以外のメーカーっていうのはボディ側だったかな。で、そもそもこの A マウントはソニーの企画ではなくて、まあ、ミノルタからこう買い取ったっていうものになってくるんですけれども、モーターをですね、ボディ側に置くと、駆動させるためにですね、こうレンズを動かすために、カップリングっていうのが必要になってくるんですけれども、ここね、ぴょこぴょこしてるのが、カップリングなんですけれども、ここを通してですね、レンズ側のギアをこう動かしていくっていう形になるんですよね。ちなみにレンズ側はこんな感じになってます。ここにですね、接点がありまして、電子接点ではなくて、そのモーターと結合する部分、いや、モーターとっていうか、そのモーターの動力と結合する部分って言ったらいいのかな。はい。まあ、そういう機構があるわけですよ。で、今までの、アダプターっていうのは、それがなかったので、使えるレンズっていうのが必然的にこう制限されていたんですけれども、今回ですね、こちらに関しては、新しいですね、駆動ユニットを開発したということで、ここにですね、ちゃんとカップリングがあるんですよね。で、中に、その駆動するための機構がありますので、ほとんどのですね、A マウントレンズで、AF に対応しているということになってきます。はい。これはですね、非常に大きいですね。ただし注意点としては、
STF っていうタイプがあるんですけれども、これはボケがなだらかになるやつだったっけ。モーターじゃなくて、確かそこら辺の特殊な、ちょっと特殊な光学系だったと思うんですけれども、そういった場合はですね、ちょっと増面位操作と相性が悪くなってしまうようで、サポートしてないと書いてありますね。うん、まあ、ただ基本的には、例えばですね、今まで、E マウントから A マウントのアダプターで使えなかったようなですね、135mm のレンズとかが、それだったと思うんですけれども、まあ、このあたりのレンズも、オートフォーカスに対応してきますよということです。はい。まあ、なので、明らかにですね、その対応範囲っていうのはこう広がってくるわけですね。ちなみに、お値段の方なんですけれども、こちらですね、約3万円ぐらいになってくるのかな。もちろんですね、海外での発表なんで、ドルとか、ユーロとかだったと思うんですけれども、日本円に直すとですね、だいたいまあ3万円から4万円の間と思っておけばいいでしょうか。はい。まあ、こんな感じで、まさかのですね、A マウント製品が発表されましたよということですね。まあ、それで、今後ですね、まあ、ちょっと気になるところといえば、動画への対応ですね。こちらだと、さっきね、注意書きを見ると、動画中はですね、ムービー中は AF 対応してないですよと書いてありましたんで、そこら辺に、対応するためにですね、この LAEA6 が出るのかどうか。こちらはですね、動画撮影でも高速オートフォーカスが可能ということで対応しているんですよ。まあ、ただ、AF エリアがですね、15点だったっけ、非常にこう少ないんですよね。まあ、だから、もちろんちょっとこういう風に端に出ちゃうと、対応しないっていうことになってしまうので、まあ、そこら辺を改良したような、新型、このトランスルセントミラーテクノロジーを、まあ、搭載したマウントアダプターっていうのが出てくるかどうか、さらにはですね、今回のようなカップリングを備えているかどうか、まあ、そこはですね、一つの注目ポイントになってくるかなと思います。あとは、こういった非常にね、小型の駆動ユニットが作れるんだったら、まあ、こちらはソニーの製品ですけれども、ニコンですよ。ニコンもですね、この FTZ アダプターっていうのを出してはいるんですけれども、やはりこう、昔のですね、レンズ使おうと思うと、こういうカップリングが必要なタイプですね。まあ、つまりレンズ側にモーターがないようなタイプを動かそうと思うと、これではね、対応できないんですよ。そちらがですね、新型、今回、LAEA5 のようなものが出てくればですね、またね、こう対応できる範囲っていうのが広がってきますので、まあ、ぜひともですね、ニコンもそこら辺の、製品があるといいかなとは思いますね。まあ、そうするとですね、AF アダプターというものがありますので、まあ、それを使ってまたこういろいろと面白いことが考えられるということになるわけなんですよ。はい。まあ、ということで、とにかくですね、今日は、海外の方でという形になるんですけれども、ソニーからですね、この LAEA5、フルサイズ対応の A マウントアダプターが出てきたよと、本当に久々のですね、A マウント製品ということで、まあ、ちょっとね、個人的に驚いているところもありますので、今日はですね、こちらについてお話ししてみました。はい。まあ、昔のレンズがですね、こうたくさん使えるようになるといいですね。特に A マウントっていうのは結構値段落ちてますからね。純正レンズももちろんのこと、サードパーティーでもですね、EF とか F よりも、だいたいもう2、3万円ぐらいね、安く手に入りますから、まあそういう意味でも、非常にお求めやすいところがありますので、こういったアダプターでですね、関係すべきじゃないかなと、僕はですね、思った次第です。はい。それでは、今日はですね、これくらいで動画を終わりたいと思います。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよなら。